貴様！邪魔なんだよ。力の限り戦います。リライヤロール飛ばしていきますか。大地の刃守ってちょうだい。わかった、任せろ。大地の刃、天の熱が決まったな。やりました。いただきましたよ。さてと、これで撃たれる心配はなくなったな。まだよ。騎士団だけじゃなく、この子も止めないと意味ないでしょ。この子ヘルメス式じゃないけど、術式が暗号化されてる。どういうことよ。早い話、暗号機がないと動力落とすこともできないのよ。その暗号とやらを解くのはそう簡単じゃないわ。解くとしても時間が必要ね。他の方法は。それほど時間かける必要はなさそうよ。ちょっと、なんで？あんた、このブラスティアの技師じゃないかしらね。違うんだ。いや、技師なのはそうなんだけど、僕は命令されただけで。だからこんなことに協力するの嫌だったんだ。早く暗号を解いてこの子を止めなさい。はい、ただいま。ごめんなさい、びっくりさせて。ふんだ、どうせびっくりさせるだけだなんて分かってたわよ。そう、でもこれで一件落着。晴れてミュルゾに行けるんだね。何です？あっ、ユーリ少年、こっち来て手伝うのよ。油断したぜ。もう一台あったとはな。まさかユーリ、私に力を使わせないために。どうしてそんな無茶するかね。本当、あなた死ぬ気？これくらいの傷、日常茶飯事だっての。ごめんなさい、私のせいで。お互いかばい合ったんだ。お愛子だろ。でもエステル、ここはありがとうじゃないかしら。ありがとうございます。それよりと、
あっちのブラスティアもなんとかしようぜ。あんた向こうのチェ、逃げ足の早え。早く捕まえましょう。待ってください、パティが。リタネ、すまないのじゃ、逃がしてしまったのじゃ。いいわ、ここは私が何とかするから。え、でも簡単じゃないって。騎士団さえいなくなりゃそんなに慌てる必要もないでしょ。それに私を誰だと思ってんの。天才魔導士リタ・モルディオ様よ。ブラスティア相手なら死ぬ気でやるわよ。死ぬ気でか、何してるんです。このままじゃまた使えちゃうから、ちょっと細工を。ごめんね。命を懸けるものがあるワコードは輝いてるわね。一度死にかけた身としては死ぬ気でってのはシャレにならねえか。な、死にかけたって。神魔戦争の時死にかけたって言ってたろ。ああ、その話したっけか。ま、死ぬ気で頑張るのは生きてるやつの特権だわな。死人には信念も覚悟も。おっさん。ああ、いやいや、おっさんちょっと昔を思い出してお世辞になっちゃった。さあさ、行こう行こう。行けそうか。全員大丈夫か。なんとか。のじゃ、今度はおっさんが辛そうよ。おっさん、ここでリタイアするか。あとは俺たちで行くから。ここで置いてかれたら俺様行くとこなくなっちまう。ユーリだって本気で置いていくわけないじゃん。それに行くとこないってアルトスクがあるじゃない。ん、まああれはね、なんというかちょっとそういうのと違うのよ。そうなの。ふん。おっさん大丈夫なら次充填して攻撃仕掛けてくる前にあのブラスティアまで行っちゃおう。あいあい、了解。